こんにちは、日本改革党くつざわです。よっちゃん様、松村様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。11月19日外国人実習制度廃止デモ、池袋でお願いします。池袋で、開催します。ご参加よろしくお願いいたします。何不自由ない暮らしをさせたらどうなるか、実験解説動画を載せました。よかったらご覧ください。通称楽園実験。まあ、結論から言うとですね、全員繁殖もしないような無気力ネズミになっちゃって絶滅、25回とも絶滅っていうことなんですけれども、まあ至れり尽くせり、福祉の至れり尽くせりはやっぱ人を無気力にさせるんじゃないかなんて感じました。日本人、イギリスに住んでる日本人の女性のブロガーさん、返したんですけれども、なんかイギリスだとですね、まあ、150キロとか、160キロとか、そういうデブはですね、あれだって、障害者扱いで、なんか障害者年金とかもらえたり、あと車の駐車スペースも障害者スペースに止めたりして、社会にぶら下がってるって、怒ってました。太ってる人、私は胃腸が弱いんで、太ったおっさんとかですね、腹ポンポコリンのおっさん、見るとですね、胃腸が丈夫そうで妬ましいって思うんですけれども、デブな人は食えるんだから障害ではないんじゃないの？人より丈夫な胃腸を持ってんじゃないのかなーって、思うんですけれども、まあまあ至れり尽くせり、やりすぎ福祉は絶滅の開始っていうかさ、無気力な人間を生産すると私は思います。立憲民主党、悪質ホストクラブ取り締まりと被害女性の支援を、加藤男女共同参画担当大臣。そうっすね、新たな公金中注の匂いを嗅ぎつけちゃったんだが、天下り団体作れんな、しめしめなんて思ったんだが、まあ前向きみたいですね。世論です。ホスト壊滅支援、ホストクラブに行かなければ解決、頭が弱いと生きるの大変。まあ、これは引っかかった女性だろうな。フェミだんまり、借金が膨れ上がって後悔してるが、それまでは楽しんだんだろう。まるで良質なホストクラブが存在するかのようなイメージ操作。キャバクラ被害者は支援しないのにと。悪質、ホストクラブを取り締まり。ホストクラブって全部悪質なんじゃないのかなって。何百万も借金できる飲食店って異常ですよ。借金までしてですね、キャバクラ行ったり風俗行く男は少ないが、あとはツケにしてくれるキャバクラもないんじゃないの。女性はなんでこんなハマっちゃうんですかね。それともね、顔とか体見てですね、こいつは高く売れそうだなんていう、こうはですね、何百万も、許してあげるのかな。で、こいつは売れなそうだなって思ったらツケダメ、って言うのかな。脳みその違いなんすかね。女性の方がハマりやすいっていう、入れ込んでしまうっていう、ハマりやすい脳みその違いなんすかね。あまり聞いたことないよな。男でさ、借金までして風俗行っちゃって、風俗大好きなエガちゃん、週に2、3回は行ってるエガちゃんもですね、風俗を1回我慢してこれを買うみたいな、そんなこと言ってましたから、まあ節度ある、自分の持ってる金以上には遊ばないのが男ですよね。自民党は新たな公金中注を、関係省庁は新たな天下り団体の可能性感じてんですね。この支援事業ね、ホストクラブ被害者支援事業、隠して無駄な歳出が際限なく増えていくと、だから至れり尽くせり、やりすぎは無気力のもとだって話。ホストクラブ行けって強制されてないし、借金作るのも自己責任で、それ支援っておかしくないか。立ちんぼも自分の意思でやってんでしょ。余計なお世話せずにほっといてあげれば。ホストにはまる人は薬と一緒でですね、しばらく立ち直っても再発するんじゃ。そういう脳みそだから。風俗やキャバクラに何百万も使う男は救わずに、女性だけ救って、男女差別じゃないの？
それ男女共同参画大臣の仕事なのかと、男女公平を目指すのが仕事なんじゃないの、男女平等じゃなくて、男は救わないのになんで女性だけって私思うんですよね。立憲民主党、自衛隊憲法明記に反対、緊急事態の国会議員延長に反対、さあ皆様ご一緒にこいつらの逆が正解と、世論です。選挙ができないほどの緊急事態って、台湾有事が近いんだよ、言わせんだよ。選挙ができなくても衆院を消滅させて参院で対処しろって言ってんのか、頭おかしい。その状態で参院も任期満了したらどうすんの。総理や大臣が全員参議になるわけか。緊急事態に足引っ張りたいのは分かった、自衛隊の合憲というのは広く定着しているから書かなくていいって反対してるんですけれども、だったら書いてもいいだろうが、何でも反対しよう、だったら書いてもいいだろうがって話、選挙ができない時でも任期を守って衆院もしくは参院あるいはその両方消滅させろって言ってるんですね。さすが独裁主義者だな、こいつらそもそも議会なくしたい方だもんね、自分ら独裁したくてね、悪用され独裁されるって、緊急事態だっつって緊急事態でもねえのに、選挙やらないでずっとあの与党やって、独裁されるって警戒してみたいんですけど、自分らならそうすから他者もそうだって思うんでしょうね。民主党政権、でですねこれが出たらやっぱり反対だわな、心配だもん、こいつらやりそうだからね。自分らの任期も延長されるんだからそれはないんじゃないの。自分らだって残れんだからさ、その緊急事態で、議員の任期延長な選挙できねえからっていう話だったら、自分らもあの自分らの任期も延長されて国会で文句言えるんだからないんじゃないの。選挙できそうになったら選挙やれって騒げばいいですよね。いつまでも選挙せずにあの独裁したら国民も官僚も自衛官も警察も従わなくなるんだしね。そんな風になったらですね、全員が一斉にですね税金滞納して抗議するのが実行可能かな、いい手段かな。裁判所で口座差し押さえ手続きなんかもパンクするっしょ。みんな一斉にやったらさ、緊急事態条項がない国は恥ずかしいことに日本だけですよ。それがある国、日本以外の国漏れなく独裁になってるわけないじゃない。独裁でない国の緊急事態条項パクれば解決ですよね。先制攻撃の是非についてはですね、国家存立に関わる事態でって、明記されてますし、緊急事態条項もこれでいけんじゃないのかな。立憲は緊急事態をですねより困難なものにして、衆院なくしちゃって参院なくしちゃってあるいは両方なくしちゃって、より困難なものにして日本の足引っ張りたいだけなんですね。チャンスをピンチに、立憲民主党です、でキャッチフレーズにしろって話、ピンチをチャンスにじゃなくてチャンスをピンチに立憲です、10月の訪日観光客は251万6500人、1位韓国63万人、2位台湾42万人、3位中国25万人、中国が長らく1位だったんですけど、まあ経済状態が良くないのと、あと処理水のせいで減ったそうであります。世論です。この人気は嬉しくない。韓国人は来ても4万円しか使わない、韓国人がオーバーツーリズムの元凶、元凶、半日なのになるくん、金の密輸と角瓶買い占めに来てるんだぞ、ウイスキーの角瓶買い占めての向こうで売ったりすんのかな。試験なんですけど、1回の観光で落とすお金、韓国人がダントツビリの4万円何しに来てんだ。宿泊代ぐらいしかないよねこれね。来て泊まってコンビニ弁当かなんか食ってんのですかね。フランス人は36万円だそうです。ホテルや旅館を圧迫するだけで嬉しくもなんともないですね。韓国人観光客来てもね、敵国人だし、毎日毎日ね日本が嫌いだって言ってんのになんで来んなよって、ノージャパンはどうしたんだよ、来んなよって、待機をしてさ、オーバーツーリズムって混雑とかタクシーが捕まんねえとか、そういうのが問題になってますけれども、韓国人のせいかなほぼ大体。その他のニュース、米国でバイデン近平会談開催、近平台湾に肩入れすんな、
経済制裁を解除しろ、トランプがやった 25% 関税のことですかね。バイデン、フェンタニルを取り締まれ、これはあの合成麻薬、痛み止め、強烈な痛み止めなんだけど、麻薬すごいあのアメリカに蔓延してて、中国製のがね、あと近平は独裁者、豪直球投げましたね、ボケてるって思われてるから無敵ですねバイデンね、中田区のイスラエル大使館に50代男性の運転する軽自動車が突っ込む、テレ朝男は右翼という情報もあります。証拠もなしにそんなこと言っちゃっていいのかな。あと名前出てこねえの、国籍に疑いあんなこれな。横の国の人の場合だとなかなか名前、報道されないですけども、男は左翼という情報もありますっては絶対報道しないのに、そんな報道聞いたことないよね。絶対報道しないくせにね、男は左翼。中核派ね、あのイスラエル大使館前でパレスチナに平和を、ガザから撤退しろって集会やってましたけどね。まあ右翼左翼限らずこの問題はあの割れるのが多いな。右翼ならイスラエル支持っていう話でもないわな。東京入管、東京を中心に10都県を担当しています。2500人で毎月80人ほど不法滞在者を捕まえてます。2500人ぐらい職員がいるのか。今現在の累計不法滞在者は25万人です。去年は9006人の実習生が失踪してから全然焼け石に水。月80人だったらあれじゃんね、960人ですか年間。9000人失踪してっとこで900人ばかり捕まえても焼け石に水では。やっぱりね、あの実習制度廃止させないとね。19日日曜日、実習制度廃止でも皆さんよろしくご参集ください。100万人不法滞在者が超えたらですね、アメリカみたくですね、合法滞在させろとか、保険使わせろとか言い出すよ。ほんで、あの、日本を破壊したいですね、立憲や共産がそれを応援すると。マイナ保険証使用率 4.49%、従来保険証だと月に一度の確認で、普段は診察券使えますけれども、マイナ保険証はですね、毎回出さないといけない難点が存在するんだって。マイナ保険証普及でですね、不正受診パヨやら、まあ、これあの、指名手配のやつとかね、生活保護の薬転売屋とかですね、不法滞在者、なりすまし受診などの連中の阿鼻叫喚が見たい。私としてはですね、マイナカード、保険証も月1回の確認でいいことにしろよ。無能だな、自民党と厚労省な。池上彰、政策について客観的な解説をすると、すぐ政府からご説明に上がりたいと連絡が来ました。ああ、そりゃ客観的でない嘘喋ってっからだろ。こいつかつてね、あの、不法滞在者は何も悪いことをしていないのにってテレビで言い放った、前科あります。不法滞在の時点で犯罪者だっつーの。栃木県佐野市の佐野サービスエリアの女子トイレに侵入した藤川博士53歳逮捕。生理用品を見るのが好きだった。キモすぎるので、極刑を希望いたします。見るだけかなんか、あのそれおもちゃにしてねえか。石川県加賀市で50代息子を殺害しようと練炭を燃やした72歳母親逮捕。窓閉め切って練炭燃やしたんでしょうか、寝てる間だとかね。息子を殺して私も死のうと思った。製造者責任取ろうとしたんでしょうかね。これは無罪だな。無罪。もうあの、釈放してやって。無罪。で、いいよ。ねえ、暖房のために練炭燃やしたって、あの、言い逃れしなかったんですね。息子を殺して私も死のうということはね。いや、あの、ただの暖房ですとか、部屋で、持ち焼こうと思ってて、言い訳しなかったんだなーっていう。というわけでですね、まあ、至れり尽くせりの福祉は、絶滅の、開始。無気力者を増やす。あと、不公平感がすごい。
ということでですね、外国人実習制度廃止デモを行います。皆様何も関係ないなこれな、ご参集ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。